はい、今回は、脳震盃、の、対局を紹介したいと思います。はい、日本は、3番手で、登場しました一力、遼八段です。はい、お相手は、楊さんっていうんですかね、世界戦優勝者、経験者です。はい。はい、それでは見ていきたいと思います。はい、一力さんはこの前、世界戦でね、3連勝しまして、いいところまで行きましたのでね、はい、期待したいところでした。そうですね、抑えでは、まあ、つなぐ打ち方もありますよね。ここつないで。まあ、黒は桂馬とかね、はい、まあ飛ぶような、そうですね、こういう進行も考えられるんですけど、例えば抜きの桂馬とかね。実戦はすぐ抑えましたね。ちょっと珍しい気もするんですけど、もツケも考えられるかなとは思います。まあ、切りはこうやってて、これは不満ないと思いますから、まあつなぐんですけど、まあそうですね、まあそれからつなぐとか、一度にあった方がいい気もするんですけどね。はい、実戦は単につなぎましたね。まあ攻めようっていうことですけど、飛ばれてね、白もそんな強くないので、この時にここを打ったのが、なかなかいい判断でしたでしょうか。白もすぐとすぐね、取るのも悔しいので、こう反発しましたね。まあ、黒は、まあ、生かして、外が厚くなれば、悪くないという判断ですね。これはまあ一応なんとなく外から押さえたいでしょうか。まあ白は実利にかなく打って、まあ、まあ中央がね、どれぐらい地になるか。まあそうですね、一力さん好みでそんな悪くないと思ってるかもしれませんね。まあ、一力さんこういう碁やっぱり得意ですからね。どちらかというと攻めよりしのぎのタイプだと思いますから、こういう碁は得意な、はずなんですけどね。ここ入っていくかどうすか、下辺入っていけるかどうか、入っていきましたね。まあ一分様子見でもあるんですけどね。黒も様子見買いしましたね。白も受けてられないという感じです。
そうですね。これ、この石をね、捨てて、ポン抜いたっていうことなんですけど、そうですね、この図、そうですね、こう、下とか打ったらどうでしたかね。こうやるか、こう、かけ通がね。こうやっててもなかなか死なないと思いますので、これは膨らんでてね。こっちの図を選びたかった気もするんですけどね。実戦はやっぱり地大きいですからね、これ取ってしまえば。これはつなぐとこうやって失礼しました。これでこうになってしまいますか。これを、避けて実戦はこうやりまして、これはしのぎ勝負ですね、これね。でも捨てたって感じですね。これはとても生きるとは思えませんので、この石を捨てましたね。そうですね、捨てたと思ったら動いていきましたか。これは何でしょうか。問題でしたかね、もしかしたら。こんな動き出さないでね、捨てて打ったらどうだったんでしょうかね。実戦はこの石もちょっと死んでしまったと、いうことで。そうですね、実戦はちょっと苦しくなっ、こう動いたってことは多分捨てると形勢がまずいということでね、ちょっと動いていったと思うので、やっぱり下辺の分かれがちょっと不満だったんじゃないでしょうかね、捨てて打った判断がね、この石を。ここで生きる図を選んだらどうだったでしょうか。こちらのね、石もあったので、ちょっと何とも言えないですけどね、それでも悪いかもしれませんけど、とにかく相手が強かったと思います。次は、許家元さんが出てくると思いますので、そちらを応援したいと思います。じゃあこんなところでこの動画を終わりにしたいと思います。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。